ひかり TV で KNTV をご契約の方の KNTV プラスへのログイン方法です。 KNTV プラスホーム画面の右上のログインを押してください。新規登録ひかり TV のお客様を押してください。各個人情報を入力し、ひかり TV にてKNTV をご視聴中の方は情報を登録してくださいのところ、ご契約情報を登録するにチェックを入れてください。A、ひかり TV 経由でご契約をチェックした場合、ひかり TV 契約番号、氏名、電話番号を入力してください。 B、ひかり TV フォードコモ経由でご契約をチェックした場合、ひかり TV 契約番号、フレッツ光回線 ID を入力してください。A、利用規約に一括チェックを入れる場合はこちら。 B、利用規約に一つずつチェックを入れる場合はこちらを押してください。利用規約に同意後、会員登録を押したら会員登録完了です。会員登録が完了しても自動的にログイン状態にはなっていないため、再度ログインを押してください。登録したメールアドレス、パスワードを入力しログインを押せばログイン完了です。これで KNTV プラスを楽しんでください。